はい、皆さんこんにちは、ドクター清志です。最近、リジュラン、別名サーモン注射を受けに来る患者様が急速に増えていて人気の高まりを感じます。今回はこちらのモニターさんに実際にお顔にサーモン注射を打たせていただきたいと思います。サーモン注射とは何かという解説から実際の施術の様子まで詳しくお見せしていきますので、ぜひ最後までご覧いただいてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。一般的にこのリジュランの注射のことをサーモン注射と呼んでることが多いと思います。リジュランにもいろいろ種類があってですね、リジュラン I とかリジュラン HB とかリジュランヒーラーとかいろいろあるんですけども、今回はまあ一番一般的なお顔とかに使うリジュランヒーラーというものを使っていきたいと思います。なんでこのリジュランのことをサーモン注射と呼ぶのかと言いますと、原材料はですね、サーモンの DNA 断片であるポリヌクレオチドというものを使っているからです。このポリヌクレオチドに肌再生を促す効果があり、若返りとかそういった効果が得られるので、まあ、今すごく人気になってます。まあ、具体的にですね、そのサーモン注射の成分であるポリヌクレオチドが肌の神秘と言われる層にあることによって、繊維芽細胞といってですね、自分のコラーゲンを作ってくる細胞を活性化したりとか、あとは血管新生を流してくるんですね。それによって小じわの改善とか毛穴がなくなる、あとは肌の張りが出る、きめ細かくなるとか、そういった肌全般の若返り作用があります。ポリヌクレオチドには抗炎症作用もあるので、炎症性の赤みとかそういったものにも効果がございます。打ち方なんですけど、サーモン注射って調べると結構痛いとかね、出てきて不安になる方も多いと思うんですね。まあ、実際確かにサーモン注射結構痛いです。ヒアロン酸みたいな見た目なんですけど、実際かなりサラサラでですね、極細の針でも十分打てるんですね。細い針を使っていくんですけども、サーモン注射っていうのはマイクロカニューレみたいな先の尖ってない針でビューって入れていくんではなくて、細かい針でチクチク打っていくんですね。でサーモン注射は先ほど言ったように、繊維芽細胞とか血管支持促進することによって既存の治りを良くする効果があるんですね。細い針を使って顔中に細かくチクチク打つことによって、まあ、針穴を作るわけです。針穴の傷跡が治る過程でコラーゲンができるので、細かく打つことに意義があるんですね。当院では麻酔クリームとか小気麻酔を併用して、なるべくお客様の痛みに配慮しながら効果が最大限出るように打っていきます。このサーモン注射のこといつ知りました？一条響ちゃんが韓国にいて打ってるのを見て打ちたいなと思ったんですけど、日本であんまり打てるところがなくって、日本で打てるところを探してました。確かにこれ韓国のメーカーが作ってる注射で、日本だと結構まだやってるクリニックも少ないですよね。ただ僕もお客様からよくサーモン注射の導入をリクエストされたことがあって、有名な方がですね、愛用されてるっていうのが広まったのもあって、今日本でブームになりつつあろうとしてますね。この部分がお肌の悩みとかってありますか？毛穴が気になるのと、ツヤツヤのお肌になりたいです。全般的な美肌効果、ポリヌクレオチドにはあるので、毛穴ももちろん、ツヤ肌をゲットしたい人にはすごくおすすめの治療ですね。早速、お顔に麻酔クリーム塗っていきましょう。では、表面麻酔を終わりまして、今から打っていきたいと思います。今回は 4cc を全顔に打つんですけども、リジュランは先ほど申し上げたように、細かく打つことにも意義があるんですね。針穴が治る過程でコラーゲンできますから、細かく打っていきます。どうですか？全然上です、本当に。よかった。真皮層にですね、ボコボコができるように打っていきます。まあでもこのボコボコ意外と明日にはもうかなり消えますけどね。はい、終わり。本当に痛かった。手術お疲れ様でした。ありがとうございます。ぶっちゃけ結構痛かったですよね。はい、すごい痛かったです。サーモン注射って調べるとやっぱ痛いって出てくると思うんですけど、効果は高くていい手術なんですけども、何にせよ痛い。今回ね、麻酔クリーム、小気麻酔両方やったんですけど、やっぱり多少はもう痛いっていうのは避けられないんですよね。もちろん痛みに強い人は1週間から4週間おきに3回から5回ぐらいやるといい治療なので、定期的にやっていただければいいんですけど、痛いからやりたくない人も多いと思うんですよ。そういう人は例えば、まあ、糸リフト入れたりとか、あと顔の脂肪吸引だったりとか、そういう顔全体に麻酔をするとき、他の手術で静脈麻酔で寝てるときとかに一緒にやってもらうっていうのもいいんじゃないでしょうかね。サーモン注射のためだけに静脈麻酔使ってると、まあ、うちのクリニックも静脈麻酔を4万円ぐらいしてしまいますし、どこでもそれぐらいは安くてもするので、注射のために毎回4万円払うのもちょっとまあもったいないじゃないですか。一人一つセットでやるとか、僕はおすすめですね。サーモン注射、リジュランの気になるお値段なんですが、当院ではですね、ドクターの手打ちだと、全顔が 4cc で1回7万9000円税込みですね。ナースのメソガン注入用の、まあ、水耕注射みたいなやつで、専用のリジュランインジェクターってのがあるんですね。それを使っている場合は全顔がなんと4万2000円できます。まあ、これはもう明らかにですね、看護施設、一施設ともに国内最安だと思いますので、ぜひ一度お気軽にご覧ください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への感想や質問もどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。